こんにちは、リリナナです。今日はこちらアマリートなんですけども、セリアさんのコットンジュートのカラーナンバーが1番、こちらとカラーナンバーが3番、こちらを使ってちょっと糸遊びをしてみようかなと思います。こんな感じで編んだらどうなるかなっていうのをやってみたいと思います。で、かぎ針が4号から6号になってるんですけども、私は7号の4ミリを使用していきます。はい、ではまずは指に2回巻きつけて指から外します。で、針を輪の中に入れて一度キュッと引き締めたら鎖1つで立ち上がります。で、細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、6目編めたら輪を引き締めます。針を戻して、一番最初の細編みの頭ですね。こちらから数えて6目目。1、2、3、4、5、6。6目目に針を入れて輪を引き締めます。で、ここから円を編んでいきたいと思います。しばらく大きくして、ちょっと小物入れみたいな感じで仕上げていこうかなと思うので、今回はちょっと柄を楽しんでいきたいと思います。では、上に書いてある段数、円を編んでいきます。円の編み方がわからない方は、こちらの動画にリンクが貼ってありますので、そちらでご確認ください。では、しばらく編んでいきたいと思います。はい、6段まで編んできました。で、6段まで編んだら、7段目は細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、根元から細編みを1つの目に1つずつ1周編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと編んできました。で、次の段から色を変えていきたいと思います。引き抜くときに色を変えます。一番最初の細編みの頭ですね、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭に針を入れて、で、こちらの糸で引き抜きます。で、今まで編んでた糸は後ろで休ませておきます。で、次は8段目、鎖1つで立ち上がって、一番最後のぐるっと編んできて、一番最後の細編みの頭ですね、ここに針を入れます。前に進むんではなく、後ろに針を入れて、で、細編みを編みます。で、この時にここにマーカーをつけておきます。わかる方はいいんですけども、わからなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいかなと思います。で、このまままた後ろに針を入れて、その時にこの糸をちょっと押さえておくとやりやすいかなと思います。で、糸をかけて持ってくる、2本取るという感じでバック細編みを1周編んでいきます。後ろに進みながら細編みを編むって感じですね。ではぐるっと編んでいきたいと思います。はい、端の方まで編んできました。で、残り1目残っているので、ここで色を変えていきたいと思います。一番最後の目ですね、針を入れて糸を持ってきて、ここで色を変えていきます。バック細編みの時は引き抜く、一番最後引き抜く時に色を変えて、で、このまま針を抜いてしまって、ここのマーカーがついているところ、ここに右から針を入れます。で、ここの輪の中に針を入れて、これで引き抜きます。で、もう一回ここに戻しておきます。ここから細編みを編んでいきたいと思います。鎖一つで立ち上がって、このマーカーがついている前から、こ
これは一番最後に編もうと思うので、この前からですね、今度は細編みなのでこっちに進んでいきます。で、取るところがここにピッピッピッってあると思うんですけども、この2本あるんですよね。ここに1本あって1本2本とあります。ここに針を入れて細編みを編みます。で、次もここに2本あるので、ここに細編み、でこれで1周編んでいきたいと思います。細編みの時は普通に右利きなので、私は右利きなのでこっちに向かって編んでいきます。こっちとこっちでちょっとややこしいんですけど、こんな感じでちょっと編んでみようかなと思います。で、バックステッチを編む時にあんまりキツキツに編んでしまうと、この目に針が入れづらくなってしまうので、ちょっとふわっと編んだ方が編みやすいかなと思います。ではしばらくぐるっと細編みを入れていきたいと思います。はい、ぐるっと細編みを編んできて、ここのマーカーで一番最後になります。ここに針を入れて細編みを編みます。で、一番最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜くときにこちらの色を変えて編んでいきます。で、鎖一つで立ち上がって、またこの時にここの足2本、ここにマーカーをつけておきます。で、またぐるっと編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと編んできて、最後の1目、ここでまた色を変えていきます。糸を持ってきて、こっちではバック細編みですね。バック細編みの時はここで色を変えます。引き抜く時に色を変えて、で、糸をちょっと出しておいて、で、マーカーのところですね、ここで引き抜きます。針を入れて、で、ねじれないように動く方が前ですね。で、針を戻して糸を引っ張ります。で、またこのところにマーカーをつけておきます。で、ここからまた細編みを編みます。鎖一つで立ち上がって、ここに2本あるので、ここに針を入れて細編みというように編んでいきたいと思います。で、これをずっと繰り返して編んでいこうと思うんですけど、なかなかバック細編みに細編みを入れるっていうことをしてなかったので、どんな感じかなと思ったんですけども、ちょっと試し編みをしたら面白そうだったので、今回やってみました。では細編みとバック細編みを編みながら高さを出していきたいと思います。で、その時に引き抜く時の色の変え方がちょっと分かりづらいと思うので、音割れる、8段目、9段目を繰り返し見ながら分からない方は編んでみてください。ではしばらく高さを出して細編みとバック細編みを交互に編んでいきたいと思います。はい、15段まで編んできました。で、一番最後はバック細編みでもいいし、ねじり細編みでもいいし、何でもいいんですけども、私は引き抜き編みで終わりにしようかなと思います。結構バック細編みだと広がってしまうので、
もしバック細編みでなんか広がるなっていう方は号数を一つ落として今7号で編んでるので6号とかで編むと結構バランスよく編めるかなと思います。では私は引き抜き編みで最後はオレンジで終わりにしたいと思います。と引き抜いたところまで編んだので一番最初の目ですね、引き抜いたところの目を飛ばして2目目から針を入れて引き抜きます。でこれは色が違うので一番最初の目にいつもマーカーをつけるんですけどもマーカーをつけずに編んでいきたいと思います。ではぐるっと引き抜き編みをして終わりにしていきたいと思います。はい、一番最後の目まで引き抜き編みをしてきました。でそしたらチェーンつなぎでつないでいきたいと思います。こちらの糸もカットしちゃいます。で糸を抜いて、一番最初の鎖編みですね、ここ色が変わってると思うのでここに針を入れて、でこちらの糸がついているところとあとは一番最後の目、ここに戻します。と一番最後の目で後ろで糸処理をしていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。で大体幅なんですけども、まあ、糸は何でもいいんですけど私が使ったものだと底の部分が 7.5 センチで高さが大体 5.5 ぐらいですかね。こっちも 7.5、 編み地がこんな感じになっています。ちょっと面白い、かわいいですね。で裏から見るとまた違った感じになっています。どっちを使ってもかわいいような気がします。はい、では今回は糸遊びということで普段やらないような編み方でちょっと何か作ってみたいなっていうことでこちらを作ってみました。で実際ある編み方かどうかはちょっとわからないんですけども、いろんな編み方をこう組み合わせたり、ここにこの目を入れたらどうかなとか、この編み方を入れたらどうかなって考えるのも楽しいかなと思います。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリーナナでした。